の炎が。全員聞いてくれ。ただいまより最優先目標カウンターズとの合流に変更。フォーメーション FF 最短距離で移動する。お待ちください指揮官。そこまで急ぐ必要がありますか。あのままもう少し放っておきましょうよ。ニヒリスターだって無限の動力を持っているわけではありません。ああやって見境なく暴れていればいつか火力が落ちる時が来るはずです。そこに私たちが乱入すればいいのでは。ハラン、お前はどう思う。さあ、せっかく面倒な試練を課してまで楽園に入れたんだから、死ぬとしても活躍している姿は見たいかもね。ノア。え？私の意見も聞くの？私はまあ、ドロシーの考えも尊重はするけど、私たちはカウンターズどこ飲んどこって子たちみたいに弱虫でもないし、正直ずっと待機してるのはもどかしいってのもあるよね。イサベル、お前はわざわざ尋ねる必要がありますか。これまで通り指揮官の仰せのままに。聞いたか、そういうことだ。皆さん急にどうしちゃったんですか。いつの間にかアークに行って妊婦でも埋めてきました。せっかく私が皆さんの代わりとなる玉よけを手に入れて簡単で楽な道を作ってあげようとしたのに、何がそんなに不満なのか分かりませんね。しかも皆さんお忘れのようですが、ニヒリスターを処理したからといって終わりではありません。クイーンの精鋭は他にもいます。しかももっと強力な精鋭たちが、そして彼ら全員がこの楽園を目の敵にしています。だから味方の被害を最小限に抑える方法を提示したのに。ドロシー、私たちが普段お前に従うのはお前が私たちの誇りを裏切らない範囲内で動いていたからよ。そうそう、悪口も罠も全部 OK だけど、私たちにだって許せないことがあるんだからね。しかもあの人ニケを解放するために戦いたいって言ってたわ。もしもう少し早くそんな人と会えていたら、ここに来る代わりにアークを選んでいたかもしれないわ。アーク、アークですか。よくもそんなことが言えますね。イサベル、あなたたちはアークにあるものを軽蔑していたのでは。特に指揮官、あなたが一番ひどかったですよね。アークはあなたがアークのためにしてきた全てを否定したから。だからあなたがアークの指揮官を利用したとしても、エデンの誇りは少しも傷ついたりしないのよ。かつては私もそう思っていた。しかしお前という存在が気づかせてくれたんだ。私が軽蔑していたのはアークでもアークの人間でもなく、今日お前が言い捨てたような虫図が走る思想だということ。なんですって。行くぞ。はい指揮官。やっと戦闘らしい戦闘ができるのね。